スタンのキャススト。スタンは、1987年にアメリカ合衆国サウスダクタ州ヘルクリークルイソーで発見され、1992年に発掘されたティラノサウルスの古代。2020年現在で発見されている中では5番目に完全なティラノサウルスの化石であり、全身の7割近くの骨が揃っている。オリジナルの標本は2020年10月に売却され、 それまでの最高額であった数の約10億円を超える約33億円という恐竜化石の最高値を記録した。スタンのニックネームはアマチュア古生物学者スタン・サクリソンにちなんでいる。彼はブラックヒルズ地質学研究所で自由契約のもと働いていたアマチュアの古生物学者でスタンの骨の断片の最初の発見者であった。彼は植物を探しに サウスダコタ州に足を運んだ際、崖の側面から骨盤が見えていることに気がついた。当初、彼は発見した化石をトリケラトプスのものだと考えていた。発掘にはブラックヒルズ地質学研究所の技術と資材が必要とされ、公式には1992年7月11日からピーター・ラーソンが指揮を取る形で始まった。研究所のチームは、 スタンの骨格の上に位置する岩を重機で取り去り、細かい除去作業はピックとハケを用いて手作業で行った後、発掘場所と化石をプロッと描画した。骨はキアザブと石膏で包まれ、ブラックヒルズ地質学研究所に送られた。オリジナルのスタンの化石スタンの骨は、ブラックヒルズ地質学研究所でクリーニングを受け、共に発見された植物化石と共に研究された。 研究所は、スタンの発見地で追加の発掘調査を2回行い、基地のティラノサウルスの骨350個のうち199個が発掘された。骨は合計で全身の約70%に達し、2017年にスタンは2番目に完全なティラノサウルスの骨格となった。後に2019年のスコッティをはじめとする他のティラノサウルスの標本の追加発掘調査が行われ、 スタンは5番目に完全なティラノサウルスの骨格とされた。しかし、依然として B3033 は最も人気の高いティラノサウルスの一体であり、世界各地の博物館で骨格キャストが展示され、また必要とされている。スー、アムネ5027、スタン、ジェーンと人の大きさ比較。スタンについて最も特筆すべき点は、 ほぼ完全に頭骨が保存されている点である。スタンの頭骨はこれまでに発見されたティラノサウルスの頭骨の中でも最高の状態であると広くみなされている。発掘前に骨は互いに分かれていたが、都合上ずつ数のまま研究に回された。ピートラーソン曰く、スタンの頭骨からは他の標本以上にティラノサウルスの頭骨の動きの知見を得られたという。 スタンの骨盤が狭かったことから、古生物学者はスタンがオス個体であると考えた。スタンは全長約11.78メートル、足の長さ3.07メートル、腰の高さ3.7メートル、大腿骨周囲長50.5センチメートル、年代は約6600万年前のものと推定されている。他のティラノサウルスの標本と同様に、 スタンの体重は様々な推測値が発表されている。2009年のベーツの研究では7.7トン、2011年のハッチンソンの研究では5.9から10.8トン、2017年のセラーズの研究では7.2トンと推定されている。2005年の BBC の番組肉食恐竜の真実では、スタンが油圧式装置のモデルとして使用され、4トンの 広報力を持っていたという推定で、牛の骨や乗用車を相手に再現実験が行われた。スタンの化石には、著しい摩耗が見られ、生涯のうちに幾度となく攻撃や病を受けていたことが示唆されている。頭骨や肋骨の背側の刺し傷は、スタンが生前に他のティラノサウルスに噛まれたことを示している。頭骨の基部の噛み跡からは、 彼の首の一部が一度折れで二つの頸椎が融合したことが示されており、それ以来彼の首の可動性が生涯にわたって損なわれたことを意味している。また、この負傷は首の骨の過剰成長を促し、回復力が高かったことも示している。この他には、顎の両側に左右非対称の滑らかな円の穴があり、治癒した後であることが示唆されている。 ブラックヒルズ地質学研究所によると、スタンは他のティラノサウルスと共に家族として生活していた可能性が高く彼の負傷のうちいくつかは家族によるものである可能性がある。スタンはエドモントサウルスのようなハドロサウルス科の恐竜を捕食していたと見られている。ニューメキシコ自然史科学博物館のスタンのキャスト、ブラックヒルズ地質学研究所が スタンの展示の準備をするには3万時間以上を要した。スタンはブラックヒルズ地質学研究所の恐竜ホールに置かれるまでにトレックス大恐竜展1995の目玉展示として日本各地を巡回していたのである。スタンは最も多くの複製が制作されたティラノサウルスの化石でもあり、キャストを含めてどのティラノサウルスの標本よりも多くの人々に 観覧されている。スタンが展示されている場所には、主に以下がある。アメリカ合衆国カリフォルニア州、マウンテンビューにあるグーゲルプレックスのティラノサウルスのレプリカは B3033 のレプリカであると報告されているが、実際にはスタンではなくワンケルレックスのレプリカである。オークションハウスのクリスティーズは20世紀。 イブニングセールの一環として2020年10月6日にスタンをニューヨークで売却した。スタンは匿名の買い手に3180万ドルで落札され、それまで数が記録していた化石史上最高額を更新した。オリジナルと復元要素を含めスタンの骨格はバレーレレ1745359という登録番号でブラックヒルズ地質学研究所に著作権。 登録されている。ペックスレックスのキャストにスーとスタンの骨要素が含まれていると判明した際、2010年に著作権保護を受けた。ありがとうございます。